はい、お疲れ様です。ゴレムです。本日なんですけど、まあ、今回でね、北斗の拳最終回にしようかなと思ってるんですけど、まあ、今日でね、今日12月28日かな？8なんですけど、まあ、仕事終わりの人も多いと思うんで、まあ、もしよかったら、見ていってほしいと思います。はい、じゃあ、スタートボタンで。で、今日は、まあ、もう一応全クリして、ほんで、何回もって言ったら変やけど、要はまあ、なんていうかな、名刺集いうことで、まあちょっと引き伸ばしたじゃないですけど、まあそういうの作って、まあもうやること、他にもまあやろう思ったらいろいろあるんですけど、ちょっと最後これやりたいなと思いまして、まあ世紀末シアターいうやつですね。はい。で、このモードなんですけど、要は今までまあ名刺集とかで見せてたそのムービーのとこあるじゃないですか。まあそれを、なんていうんですかね、セリフをいじって、なんかいろいろできるみたいなやつなんで、ちょっと今から作りますんで、まあ作って、まあ多分こうカットすると思うんですけど、最後に皆さんにそれ見せて終わろうかなと思ってます。ではしばし。はい。はい、お待たせしました。一応 これ結構難しいんですよね。作ってみたんで、じゃちょっと見てみましょうか。で、再生かな。はい、どうぞ。してやる。こんにちは。花は好き？人を殺した後は、しょんべんがしたくなると。俺が合図すればみんな出てくるぜ。いい気持ちだ。ちにょお前を殺してからにしよう。殺すんなら早く殺せ。 面白いガキだぜ。いいぞ、地獄に送ってやるぜ。助けてくれ。殺してやる。なあケン、あんな奴らに関わってねえで行っちまおうぜ。あ、バカ。こんにちは。花は好き？え？なんだてめえは。俺の名を言ってみろ。なんだと？ああ、俺は天才だ。棒眼の矢など止まった棒に過ぎん。はい、てな感じですね。まあ、5分10分ぐらいで作ったら、まあ、これぐらいのクオリティなんで、まあ、許してほしいなと。まあ、こんな感じでね、好きにセリフこういじくり回せるっていう感じなんですけど、これもうほとんど原型なくなってて、僕の好きなセリフ入れただけなんで、そんなに面白くなかったですけど、まあまあ、こんなこともこのゲームではできちゃうよってことで、一応セーブしておきますね。まあ別にいらんけど。 はい、じゃあ、ちゃうわ。これに上書きしたいのか。はい。はい。じゃあ、これセーブできましたね。はい。じゃあ、戻りましょうか。はい。まあ、こんな感じで、北斗の拳、世紀末救世主伝説は、まあ、こんなこともできるし、まあ、あとは格闘っていうか、なんかその、要はバトル？あ、格闘か。まあ、格ゲーみたいなモードもあるんですね。ただ、それ、もう僕が下手くそすぎて、キャラ出せなさすぎたんで、まあ、ちょっと割愛したんですけど、まあ、上手な人は挑戦してみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、11月ね、半ばから、まあ、このシリーズ始めたんですけど、まあ、すごく楽しかったです。はい。まあ、結果ね、まあ、年末まで引っ張っちゃうことになりましたけど、本当に、やってる中で、まあ、今年やったゲームの中で、まあ、一番楽しかったぐらいまであるんで、まあ、出会えてよかったなと思います。出会えてよかったなっていうか、まあ、中2の時一回やってるんですけどね。はい。ということで、一応今日で北斗の拳は終わりです。ここまで見ていただいた方、どうもありがとうございました。今後もね、また新しいゲームとかいろいろやっていきますんで、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい。